皆さんこんにちは、ダイスです。今回はポケモンレッツゴー EV やっていきましょう。今日は図鑑を登録するために通信交換を使ってポケモン交換で進化をさせていきたいと思います。今回のレッツゴーピカチュウ、レッツゴー EV だと交換進化のポケモンは全部で5種類かないるんですが、ポケモン GO からの移動でも図鑑の登録は可能です。でピカチュウ版のみとか EV 版のみっていうポケモンもいるんですが、今回は通信交換で進化するポケモンをやっていきたいと思います。では行ってみましょう。はい、ということで通信やっていきます。友達と遊ぶの方ですね。で私近くにいるんで、今回は近くの人でローカル通信やっていきたいと思います。選ぶのも結構ある。じゃあリクーダー、ここでなんか選ぶんだね。合言葉で私の方の端末もこれを入れる。探しています。あ、見つかりました。もうできた、できた。じゃあこれでね、やってみます。はい、私はユンゲラで、コード側もなんか通信交換しそうなやつ。じゃあゴローンにしよっか。はい、交換するを選んで、こんな感じで交換が始まるんですね。とりあえず通信交換で進化するポケモン、今回何体かねいるのでやっていきたいと思います。おお、来た来た、ユンゲラー来た。おや、ユンゲラの様子がこっちもね、ゴローンの様子がになってます。あ、アローラゴローンにすればよかった。まあ、いっか、ちょっとやっちゃったかも。ユンゲラーはフーディーに進化した。それで図鑑登録です。何でも覚えることができる。体験したあらゆることを忘れないので頭がいいのだ。瞑想、瞑想忘れさせない。はい、こんな感じで続けてやっていきたいと思います。次はゴーリキーかな。行動さん側はどうしよう。じゃあフーディーを戻そう。はい、交換する。オレンジ色だね。これただいまって出るか、こっちで見ますね。フーディーが戻ってきた。おかえりって出てる。あ、ただいまは出ない、おかえりだ、間違えちゃった。おりゃ、ゴーリキーの様子が。ちなみに図鑑登録分フーディー同じでした。ゴーリキー、カイリキーに進化した。登録。一本でも山を動かせる力を持った腕を4本すべて使ってすごいパンチを繰り出す。一本でも山を動かせる、剛腕だな。カイリキポケモン、カイリキ覚えたい。あ、これちょっと覚えさせてあげたいと思います。人の端末に行った時に覚えさせるっていう。ビルドアップ、わー、どうしようかな。瓦割りにとりあえず入れとこう。なんかあっても瓦割りはまた覚え直してくれるから、とりあえずね、怪力入れときます。アローラの姿のゴローンにして、どこ行ったかな。
がいた。怪力。はい、戻します。ありがとう怪力。ありがとうってそっち側だと出るんだね。さあ、アローラゴロ。進化するんだ。来た来た。出たゴローニャに進化した。ヒゲヒゲ。メガトンポケモンアローラの姿。電気を帯びた岩を磁力で加速させて打ち出す。直撃しなくても電撃で仕留める。やっぱりゴローンとは図鑑の登録文が違いますね。ゴーストとアローラゴローニャを戻します。バイバイ。あ、今度バイバイになってる。あれ何種類かある。え、もしかしたら 何種類かあるのかな。なんかちょっと違いましたよね。ありがとうになってた気がするんだけどな、さっき。で、このゴーストがガス状ポケモンゴーストからの、きたー、ゴーストの様子が。できました。シャドウポケモンゲンガーです。あ、今度ありがとうになってるね。今 AV 側の端末に変えました。帰ってくるゴーストで図鑑の登録になるので文章も見ていこうと思います。おかえりゲンガー。これでゲンガー図鑑登録です。突然霊気を感じるとき、ゲンガーが近くにいる。もしかして呪いをかけるかもしれない。ちょっと図鑑登録文が怖いぞ怖い感じになってるぞ。やめるときは B ボタンなんですね。じゃあ B ボタンを押したら、あ、終了になった。はい、これで図鑑がまた増えたのでちょっと見てみたいと思います。何匹になったかな。120ちょうどになりました。今回のポケットモンスターレッツゴーピカチュウとレッツゴーイーブイだと進化ポケモン通信交換による進化はユンゲラーとゴーリキーとゴローンアローラの姿と通常の姿の2種類にエゴーストで計4種類で、あ、違う、計5種類になります。コンプリートは私は今回図鑑登録するために通信交換したんですけど、そうじゃなくてポケモン、そうではなくてポケモン GO 側から移動させてきても図鑑の登録はできますよね。いかがだったでしょうか、通信交換後の図鑑。アローラの姿のゴローンの図鑑は今見れたんですけど、通常の姿のアローラの姿のゴローニャの図鑑登録文は見れたんですけど、こちら側でゴローニャの図鑑が登録したのが見れなかったのがちょっと残念ですね。で、他にもまだトサキントとかね、アズマ王にしたりとか、モンジャラまだ見つけてなかったりとか、いろいろいたりするので、またそれも今度やっていきたいと思います。スイッチのピカブイだと、一つのスイッチの端末に、ピカチュウ版、EV 版、どちらも入っていたとしても、通信交換は本体が2つないと、今回みたいにはできないので、もしそれができないなっていう方は、ポケモン GO からの
移動でも図鑑の登録は可能です。あとお友達や知り合いの方に手伝ってもらうっていうのもありですよね。ということで今回は通信交換の進化をやってみました。いかがだったでしょうか。この動画が少しでも良かった方は高評価のボタン、チャンネルのご登録、コメントよろしくお願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。それではまた。 See you!